であって、え、でもスピーチが私今考えてるんですよ、もうすでにもうスピーチ考えてて、え、もう全然思い浮かばない、全然。あの、皆さん千葉今どんな感じですか？え、千葉今どんな感じですか？フォローありがとうございます。楽しみ、私も。え、寒いですか？え、千葉今どんな感じ？前歯ペロペロしちゃった前歯ペロペロペロ。しーちさんハートありがとう。あ、倍率、え、どうだろう、高かったらそれ私も嬉しいよ。お手紙誰かな、ね、誰だろうね。関東は結構雨ひどい。寒くはない、オッケー。雨ひどいんだ。じゃあなんか雨に強い靴履いてきた方がいい。幕張は雨がポツポツジメジメ。 Oh my god、溶けなる気温はちょうどいいくらい。外気温18度、寒いよね18度。どうした、お財布。え、明日の服装ちょっと考え中。埼玉は寒くない。お、そうなんだ。え、千葉は千葉は、え、明日千葉に行くんですよ、皆さんに会いに。8度くらい下がる、寒いんだ。え、いつも着てる薄めのアウターでいいのかな。筋肉服ねえ、夜はね、リンコ卒業公演だから寂しいな。感情がすごいことになっちゃう。いや、しんいちさんだるまありがとう。動くと蒸し暑い。あら、え、明日最高気温が12度。何事お疲れ様。千葉へ行きます。1枚薄いのあれば何とかなりそう。どんな服装で、え、でも 2days 私服装一緒がいいんですよ。タイだなんて、なんてタイだな。え、私の 2days あるじゃないですか、千葉幕張で。だから、2days 一緒でもいいかな。昼間今くらいの気温。あ、そうなの？寒いよね、私今寒がってるもん。かわいい、こんばんは。昨日やんじる、やんねえ、りょうちゃん私の妹だ、どやって嬉しい。そう、私のこと妹って言ってくださ、言ってくださるくださるなんか本当に妹になったみたい。うん、そう、妹って言ってくれるの、私のこと。そうなので、なんか心配してくれるの、リコちゃんはちょっとご飯食べてるのって。リコちゃんとサコちゃんは妹だよって。サコ姫か16、私21。そしたら年齢関係ないんだって。え、2日間さ服一緒がいいよね。しかもさ、あのキャリーケースとかさ、おっきいさカバンを持ち歩きたくないんだよね。でもさ、え、なんかさ、私今更恥ずかしくなってるんだけどさ、明日本当にさコスプレすんの私私今更ちょっと恥ずかしくなってきちゃってる、やばい。そう、服装一緒で荷物多くしたくないの。生誕祭参加、え、よかった。そう、昭和の日だもんね。絶対当てて盛り上げて。え、盛り上がりやばそう怖い怖いめちゃめちゃ盛り上げてくれそう。え、2日間一緒でいける、上着で調整。え、またこいつ同じ服着てやがるよみたいな感じ思われないかな。あやとさん、かわいい、ありがとう。笑い方が好きです、嬉しいです。え、そう、やだ、なんかコスプレしたくないと思ってきたのリュック一つでいけるようにする。え、ねえ待って、私さ、え、もうコスプレしたくないと思ってきた、やばい、どうしよう、みんなやばいやばい。明日はミミミラクルミクルルン
みんな。私コスプレすんの明日。山ちゃんレインボースターありがとう。どうする？明日の人羨ましい。どうする？みんな私明日コスプレで移動したら荷物ない。確かにめちゃいいさ、めちゃいいさ。え、どうする？みんな目どうする？でもみくるちゃんの靴がローファーだから明日はローファーですね。ツーデスさんハートありがとう。え、荷物はスマホのみ？和田前さん強っ。そうなりたい。やだどうしよう、急に羞恥心芽生えてきちゃった。急に羞恥心です。裏返す？明後日でもいい？いや、あさってはさ、ないや。え、あさってはどういう衣装なんやろ。あさって何衣装なんだろう。じゃあやらなくていいです。羞恥心。みみみらくるみくるるん。あさって衣装か、制服か。うん、ちょっと恥ずかしくなっちゃうよ。なんか朝日奈みくるちゃんがあの春日に無理やりコスプレさせられる時の気持ちがちょっと分かってきた気がする。自分の昔の自分に無理やりコスプレさせられてる私。昔の自分に。めーみみみらくるみくるんるん。ビロコウさんハートありがとう。やめてくださいって気持ち。でも頑張るよ。そう、未来人だから、過去の自分に。うわ、未来人だからやめとけって言っとけばよかった、過去の自分に。金属事項です。ね、 STU 祭り楽しみにしてて。本当はさ、STU 祭りがさ、3年前にさ、開かれるさ、あの予定だったけどさ、なしになっちゃったさ、あれまたしたいね。一光さん結婚して。金属事項です。タッキーさんかわいい。金属事項です。掃除のお日様さんかわいい。金属事項です。結婚して。金属事項です。夜ご飯何でした？腐ってないか心配なヨーグルトでした。パワーワードだって無理。夜ご飯何ですか？腐ってないか心配なヨーグルトでした。可愛いはいいか。そうか。じゃあありがとうございます。金属事項よ。結婚は金属事項よ。ええー、美味しかった、美味しかった。多分熟成されただね。ヨーグルト最近量減ったの？いやー、あ、でも2キロは一応食べてない。2キロは控えてる。しかも牛乳で作るのをやめて豆乳で作るようにしたから、ちょっとワンチャンいいのではと。体調崩さないように気をつける。ありがとう、優しいね。腹痛、もし明日腹痛だったらもうさしてあげてください。あら、腐ってないか心配なヨーグルト。そう、ちょっと心配です。でも大丈夫そうね。発酵、いっぱい発酵させさ、いっぱい発酵してるって考えとこう。豆乳美味しいよ。あやとさんレインボースターありがとう。わあ、もやぴーさんクマありがとう。水色、私とお揃い。一光さんタコありがとう。タコ、え、もしかしてだけど、なんかちょっとファンの方にね、匂わせをさせ、匂わせをね
ファンの方がねしてくださって、もしかしたら明日清掃で行くべきですか、コスプレじゃなく。コスプレはしますけど、あ、メール来た。あのコスプレはあのお話し会中しますけど、割と清掃で行くべきですか。ジェットブラックさんハートありがとう。ジャージとかもなしですよね。お腹ミックルンルンはやめてくれ。やめます。この間のヘルメット、かぼちゃで行く、かぼちゃで清掃するの、本当にあれで行ってもいいの。清掃、そう清掃、私の中の清掃、ちょっとなんかしっかりしたお洋服、ひやーはー、何それ。ジューディスさんハートありがとう。清掃で行くわ。え、つまりは荷物が多くなる、切ない。私、ジューデスさんハートありがとう。キヨニーありがとう。桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、うん、じゃあよあれで行こうかな。でも寒いかな、寒いかな。マリュさん、桜の花びらありがとう。桜の花びらたちがはらはら、この頬を流れ落ちて歩き、スウェットにスマホのみ。モヤッキーさん、桜の花びらありがとう。ストーチのおひさぶさんも桜の花びらありがとう。マリュさんも桜の花びらありがとう。明日は絶対アウター必要だよね。会場内はあったかいか。明日23度、やばいやばい、いろんな説がある。明日の服装ね、ああいうのがいいのではとなってるよ。え、でも赤のコンバース履きたい。モエピーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。あ、でもローファーで行くんだ。はにゃ頭の悪そうな人になって、はにゃあやつさんタコありがとう。はにゃIQ2 になってる。え、そういえば皆さん聞いてくださいよ、私のツイッターのフォロワー様が 11.5K を超えました。 11.5K 嬉しい。いつの間にか前まで 11.2K だったのに 11.5K になりました。カズさんお疲れ、ありがとう、お疲れパチ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 だ、パチパチだ。はいはい、たまらないねいや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 、めっちゃ可愛い。おー、猫坊やさん、だるまありがとう。 K はキロキロキロ、千。そして、やばいね、99日連続配信中だって、やばいね。明日お家出る前に配信したいな、やば。あと、あれ、明日100日、可愛くてファンになりました、ウェルカムこの間、フォローしてくれてありがとう。わー、99ゾロ目、ほんわかフォロワー9人です。あ、勝った、私勝ったねこんばんは。ね、嬉しいです。あ、本当に上位、嬉しい。どん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 上げていきたいね、いっぱいいっぱい。メンサの逆バージョンで IQ2 以下の
逆算3名3名3名平子3名最悪最悪本当にめっちゃおもろいめっちゃおもろい嬉しい本当ツイッターいっぱいいっぱい、うん、友達増やしたい3名3名3名入ろうみんな私3名3名の私会長になるわ黒パーカー着るかちいかわロンティーちいかわロンティーでしょちいかわロンティーでしょでも確かに黒パーカーで決めるのもありだけどちいかわロンティーでちいかわ着てるって絶対ねメンバーの中で話題になるよ、うん、一番楽しい配信嬉しい私ぬいぐるみみたいやったなになに初めてリコちゃん会いに行く待ってる私は明日も恥ずかしいくなってきちゃった本当に3名入ろう、うん、みんな入りゃ買いみなやめとけよ本当にあら本当ちいかわでしょみんなはにゃ今日は何曜日私は誰3名の会長私は3名の会長歌舞伎やべえ歌舞伎ってあれさ目より目させてるわけじゃないんだよねあれより目に見えるだけだよねお願いそうであってそういう小さいホールはやめちょけやめちょけ怖い私は3名私3名だから私3名口もなんかちょっと早い3名3名やばい IQ2 の回やめよくないよくない本当にいやシュリンプゾウさんとか呼ばないのごめんなさいけど面白いあより目にあしてるんだそうなんだあそうだったんだこんばんは皆さんより目になるもんなんだなるほどね私今日もう小説が今めっちゃ急になんかほら話が変わってすいません見よう切るって言うんだいや私の今日はもう本当にもう小説が今めっちゃ面白くって楽しいです3名の寄り目あいやほらありがとうございますいや急にいや急もう今もさ丸や丸点分から調べて賢くさんになったおおめでとう賢くなった春の小説いい響き関莉子ちゃんのこと発見してくれてありがとう大丈夫だよ3名の会長工藤莉子です丸やでやってほしいどうやろう140文字の感想希望ツイッターランドカミリア・ケイさんレインボー間違えた桜ななみらありがとう今読んでるやつはそうですね私は何を読んでいるのか不思議になる、うん、あーって私は今何を読んでいたんだ文字はなんか文章めちゃめちゃ分かりやすいしただストーリーがえぐいててかなんでさミステリー系のさ主人公ってさなんかさそういうなんかあのコナン君みたいにさみんなできてんのみんななんかできてるよねカミリア K さんレインボースターありがとう小指部さんも桜餅ありがとう美味しそう食べたい明日美味しいもの食べられるといいな私最近学んだんですご飯は腹8分目じゃないとダメってこと
いや、そう、ご飯は腹8分目じゃないとお腹いっぱいになって苦しくなる。そう、学びました。私、ご飯は腹8分目じゃないと苦しくなる。6分目やばい。あー、やっぱできてないと解決できない。だからだよね。カミリア K さん、いいね、ありがとう。いや、マジいいねだよね。いや、そう、今さら知った。え、めっちゃそう。え、マジ偉い。あのね、苦しいの。お腹いっぱいをね、24時間続けたら苦しいの。そう、ん？切り抜きで大爆笑？ありがとうございます。 Welcome。 いや、そう、本当にここ数日間お役目でご飯をいただける。そう、私ね、いただくご飯は全部食う。いただくご飯は全部食う工藤です。なんだよね、私。そう、あの、本当にいただい、あの、出されたものは全部食う工藤です。そうなのよ。ちょっと下品ね。ちょっと、もうちょっと上品に行くとしたら、もうちょっと 上品に行くとしたら、いただいたものは全部いただきます。工藤理子です。そう、ヤマちゃんハートありがとう。そう、それなのよ。そう、だから、え、偉いか、偉いのかこれは。あーぱー。そう、偉いのかこれ、名言かこれ。出されたものは全部食う工藤です。そう、うん、いただくものは全部食う工藤です、なのよ。そう、そう、だから、そう、ここ数日間はちょっとお役目でご飯いただいてたんだよ。そう、そう、腐りかけのヨーグルトも全部食う工藤です。そう、 SDGs でしょ。ほら、ありがとうございます。そう、 SDGs でしょ。そう、感謝の気持ち。そうよ。いいところ、嬉しい、嬉しい、そうやって言ってくれて。フードロスゼロ、そうよ、貢献中。山さんハートありがとう。だから、そう、数日間ちょっとお腹いっぱいで。そうで、トムさんレインボースターありがとう。だから、あの、この2日間ぐらいちょっと、あの、お腹が空いたを経験して、あ、やっぱお腹いっぱいって苦しかったって思った。山さんハートありがとう。 SDGs 何の略？すごく大好き、 Go ハン。すごく大好き、ご飯。え、 SDGs はソーシャル、ソシャイアディ、ソーシャル。山さん、桜の花びらありがとう。絶対ちゃう。え、わかるわかるよ。ソーシャルじゃない。おぎり大好き、工藤理子です。おぎり、え、食事の写真美味しそう。よかったよかった。よかった、それは。よく笑い、よく食べるのが理子さんスタイル。です。そう、え、そう、ただで食べられるもの、あー、サステイナブル、そうだそうだ、サステイナブル。そう、え、 SDGs、 DDD、 ディベロップメント、ディベロッピング、 G、 ゴールズ、サステイナブル、ディベロップメント、ゴールズ。どう、すごくガツのあるじいさん。何、え、ディベロップメント、ディベロッピング、おお、ディベロップメント、サステイナブルディベロップメントゴールズ、イエーイ。イエーイ。あやとさん、お餅、桜餅ありがとう。ゴールズ、おお、できました。日本語訳してみて、持続可能な、なんか開発目標みたいな、ディベロップメント、ディベロップメント、
ゴーゴー上に行く感じの、なんて言うんだろうねえ、やったー、それっぽい、それっぽいと思いますやばい、3名の会員だ、それっぽいと思います。お、合ってる、やった、完璧、やった、あれっきり、サステナブル、サステナブルいいね、ナイスプロナンセーション、 Thank you、 いいよ、かしこかしこ、3名今日減っていく、やばい、英語世界3名の会長イエーイすごくすごい すごい大好きご飯じゃなかったんだ。浜谷さんハートありがとう。 IQ がちょっと増えてしまったな。うん、うめえ、お店です。え、やばい、大丈夫、あ、全然9時半だ、さすがっすね、そんなネタがある。 IQ、 うん、なんかわかんない、 IQ って何なのか、その人が元から持ってる能力じゃない。すごく大好きご飯だから、明日の朝もし明後日も、間違えた、明日も明後日もご飯を現場でいただくじゃないですか。やばいって思ってる、やばい、いただけるものを全部食う工藤ですが発動してしまいそうってなってる。キュドリコ、キュドリコ、マヤミ、いや、ちょっとね、嫌いよ私、まだまだ大丈夫。え、本当にねえ、美味しいご飯があったら私めっちゃ嬉しいよ。あったかいご飯来たらどうする。え、ケータリング、あったかいの来たらどうする。え、やばいよね、全部食うか、全部食うしかないか。え、おいしいの来たらやばい。リガチの配信、音量調整が難しい、そうだよね、ごめんありがとうございます。え、どうしよう、本当に、キャッチコピーにする、いただけるものは全部食う工藤ですね、なんかね、選べたらいいよね。そうだね、カロリーを消費したい、 burn calories したらいいんだねリークドリークド、いやー、明日が楽しみになる、今日も鍛えたしね、明日もなんかさ、ジム近くにないかな、あったら、明日の私でも把握してないのよね。クーと工藤がマジコラボ、21歳のキャッチコピーが、え、なんかさ、21歳22歳で変わっていくのかなえ、この前もね、私すごいと思った、まずオムライス、え、そ、手先の自分って新鮮でおもろいよな。りょうじいさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう。この前も、もう出されたものは全部工藤です、なのよ。え、10代じゃないのよ、私21よ、もうちょっとで。え、そう、聞いてください、最初まずオムライス、カフェのテイクアウトのオムライスをいただいて、あー美味しいって全部食べたのよ。そしたら食堂みたいなとこでいただける唐揚げ定食をいただいて、うわー美味しい。そしたらマネージャーさんが、オムライス食べませんって、いります、いいですか、あー美味しい、もう腹15分目とか
いや12分目12分目ぐらい。ツーデスさんだるまありがとう。いやでも10分目かな。うん、まだちょっと破裂せんかった。その後ずっと、その後まあ親役目終了させ、その後マクドナルドセットデザートまでしっかり。アスリートかな私。私アスリートかな。満腹からが勝負か。これからか。ブラックホールだよ。めっちゃ、あ、やっぱ、いや10超えたら言います。え、もう100、え、100、でも10ぐらいだった、10ぐらいだった。そうでもずっともう腹パンだからさ。そういや、てりたまめっちゃ美味しかった。お役目できる。でもやっぱさ、公演の前もすごいいただいたのよ、いっぱいご飯。その時やっぱり苦しかったから、あ、やっぱあのセーブしないとって思った。踊ってる時になんかもうせ、なんかちょっと良くないってなっちゃったの。あ、もう苦しいってなっちゃって。だからそう、そうなの。だからちょっと公演前はか、あの、あんまりご飯食べ、あの、いただかないようにしないとなって、腹6か8分目ぐらいにしないとなって思った。ちなみに20歳でやり残したことは特にないな。もうやれること20歳でやったもんって思ってる。え、なんかかっこいいね。うん、やり残したことないな。20歳のうちにやれることは全部やった。あとなんだろう、うん、ないな。腹パンでフラストレーション踊った、かっこいいね。なんか以上入った とりあえず。うん、でもね、プロフェッショナルかもしれん。筋トレするわ。うわ、そうだね、お弁当6個持ち帰り実現できたらいいな。20歳と21歳で変わるのかな、何か。確かに、そっか、バテない、一遍の悔いなし。なんだろう、うん、本当にめちゃめちゃ充実してたな20歳。本当明日ちょっとさ、明日ちょっとさ、本当に荷物少なめで行きたい。うん、いいね、新たにスタートできそう、できそう。人影も食い残しなし、なしです。やり残したことないな、本当やれること全部やったって感じだから。21もやれること全部やろうって感じ。うん、え、本当に食べるものも全部食べたと思うし。本当に、あ、でもサムライマックのニンニクのやつは食べられなかったし、グラコロも食べられなかったから、それぐらいですね。それぐらいですね。カズさん、いいね、ありがとう。うん、それぐらいだな。あとは、あとはずっと欲しい欲しいって言ってたゲーム買えたし、読もう読もうって思ってた小説も読めたし、読もう読もうとしてる漫画も手に入ってるし、食い残したことぐらいですね。やり残したことはないんですけど、食い残したことはありますね。捨て落ちタルタル食べてない、これから食べたいって思ってる。ラクエルさん、ハートありがとう。でも無印なら食べた、無印、てりたま無印。いやー、そうだね、確かに、そうなの。あと5日でお誕生日、確かに本棚もね作って、
自分の好きな本いっぱいそう ある。ハクエルさんハートありがとう。あ、二度目やった。あ、期限切れたパスポート更新しないとね。確かに。いつの間にかちょっと長い目の お休みいただいたら行くかもしれんしね、海外。ピヨーンって。二頭筋から二頭筋はどうやろう。頑張って鍛えるよ。カミリアケイさんレインボースターありがとう。おお、俺の誕生日もすごい。かや、やばい、めっちゃ痒くなっちゃった。ここがあとなんだろう、自転車直ってないな。え、そう、うん、ラクエルさんハートありがとう。どこ行こうかな。行くとしたら、でもアジア行きたい。アジアがいいな。あ、先のやつ、ボリューム。だったら私沖縄行こう。沖縄行こう。でも瀬戸内だね、やっぱ。愛媛行きたい。香川、徳島、高知がいいな。海外ロケとかいいね。あったらいいよね。あやとさん桜の花びらありがとう。あったらいいよね。しまなみ海道を爆走したい。と、爆、間違えた。走破してねえ。愛媛行きたい。あのねえ、いいな。なんか旅に出たくなるんだよ、やっぱ。ほら春になったから。ほんと、わー、めっちゃホーリデー。ねえ、綺麗だよね、沖縄の。だってっちゃん桜の花びらありがとう。カピバラミキヤくんバラありがとう。確かに一応さ、なんか一応なんかいろんなとこさ、お仕事では行かせていただいてるんだな。ありがたいね。明日の荷物本当めちゃめちゃ少なめで行けるように努力します。でもさ、肩痛くなるじゃん、それがね。お日様俊介さんハートありがとう。おやすちメール送ろうかね。わあ、行けたらいいね。バケハくんレインボースターありがとう。赤いコンバースでお出かけ行ってたい。あ、そういうことか、焦った。お、ちょっと待ってくれニヤニヤ。へえ、なるほどね。あ、やばい、待って待って、みんな行くよ。確かにフランス行きたいな。ここどこ？あ、
グッドモーニングしちゃう。はい、うるさいな私。おや、おやおや、なんだこれ、なんだ、さあ来い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 、長いね、来い、うん、そう今日競馬してた、そう競馬、そう私の、ああ、うん競馬してた、うん来たー、ガチャでも引いてた、そうグッドモーニングしちゃうとは、競艇、そう競艇してた、ボートレース見てた、そう黄色が勝った、黄色が、うん、うんうんうん、What are you doing? Gamble. 嘘だよ。嘘だよ。嘘だよ。5号艇。そう。5号艇。勝った勝った。めっちゃ勝った。あ、5なんや。みんなさ、すごいね。みんなすごいね。この笑顔になれるんよ。すごくない？ね、やばい、ハッピー、あ、バイ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 、ほらもうこんな時間、やばい、メール送ろう、バケハ君結婚して禁足事項です、勝った勝った、禁足事項よ、みこみき、みこみき、え、なん、どんな写真が欲しい、三連単当てた時、確かにそれでしかない、アスパラがさ美味しかったんよ、室温何度、19度とかかな、寒い、あ、皆さん聞いてくださいよ、私お風呂の中でスマホ当分いじってません、それ偉くないですか、浜谷さんハートありがとう、え、ちょっと明日よろしくね、バキャ君結婚して禁足事項です、怒ってる、禁足事項です、怒ってるように聞こえん、うん、めっちゃホリデー、今ね、お休みメール送ってる、そう、え、もうね、多分この携帯にして5日かな、5日ぐらいかな、ん？初お話し会？緊張する？リコチの好きなところとか教えてくれたら最高、紫マスクのめみちゃん、ハートありがとう、ハートー、
イエーイ送るよ。自然と私主義いいよね。やばい、この写真送ったかもしれん。送ってたらほんとごめんなさい。送ったかもしれん。もうね、自撮りしないんですよあんまり私。今日はしなかった。あ、送ってない、送ってないです。ハートありがとう、ありがとう。え、私もそうね、毎日スマホお風呂に持ち込まないアイドル継続したいわ。本当？そう、メール送ったよ。今日も大元気。メール楽しみにしてて。楽しみにしちょってくださいな。今日も、あ、いいね。つぶちゃんあったかいのよ。よしよししたらあったかいのよ。お風呂の時間も確かに短くなった。なんかもう2時間とかバカみたいに入ってるようなこともなくなりました。お風呂入ってないんですか？そう、入ってないんですよ。3日間ぐらい入ってなくて。あー、いい香り。リゴチメールで疲れ吹っ飛びました。よかったです、よかった、吹っ飛んで。お誕生日だって。スマイルニーマー君さんが、皆さんお誕生日の人がいますよ。みんなでお祝いしましょう。スマイルニーマー君お誕生日おめでとう。ハッピーハッピーバースデーケーキ、ケーキにキャンドルを。ふうふう、クソ雑生誕祭ってこんな感じなのかな。やだ怖い。私のさ、生誕祭もこんな感じになったら怖いな。今日はリコチのお誕生日です。みんなでお誕生日おめでとう言いましょう。リコチお誕生日おめでとう。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドル、ふうふう。ってなっちゃう。嘘、声優向き嬉しい。3目だよね、これ3目だよね。スマルニーマー君ありがとう。桜餅、私も桜餅どうぞ。どうぞ。いや、ほんと泣く、三目すぎる。ほん、首が座ってない。インコを吸うの？私も犬は吸うけど。崩壊する。こんな、ここで、あれ、ここである方からお手紙があります。リコちゃんへお誕生日おめでとう。ファン一同以上です。そんなことないやろ。そんだけ。それでは記念撮影、しっかり記念写真撮影を行いたいと思います。パシャパシャ終わり。内容薄い、確かに。こうやなく悲しい。なんで大音量で見ちょっちゃいけんやろ。隣人から苦情それくるわ。え、私のせい。ねえ、神すよ。ほんとりょうちゃんハッピーバースデーお誕生日おめでとう。うーん、私の心、人からのお手紙システムってなくなったの？ん？あれはもう鉄板なのかと思ってた。確かに、でも美穂の卒業公演もファンの方からのお手紙なかったね。あれ？あれって何なの？ファンの方からお手紙届かんの？癖になる？イヤホン推奨だよ。カミリア圭さん、桜餅ありがとう。いただくわ。カラオケびっくり。あ、あったりなかったりなんだ。あれ、あ、アンコール工場はそもそも鉄板。そういうことね。すごい。あ、工場があるんだ。工場が、工場で、どんな気持ちでみんな工場してるんだろうね。
萌えぴーさん桜の木ありがとう。だってさ、え、桜の木ありがとう、花見するね。え、なんかさ、その向上する人がさ、なんかめちゃめちゃさ、あの干され席みたいな、なんかちょっと言い方悪いけどさ、あのめちゃめちゃなんかあの紙席とかじゃなかったらちょっとさ、なんか同情しちゃうよね。こんな頑張ってんのに、なんかこんな頑張ってんのに、あんた最善、なんか最善の方ちゃうのみたいなさ、ならん、ちょっとなんか頑張ったねってな、なんかちょっとさ、ち悪くない、どうなんやろ。そういうこともあれありますよね。だって恐れ席は絶対、あ、過去にあるんかごめんね、笑っちゃった。あ、そうなんだ、あ、そんなもんなんだ。あんた頑張ってんのに、なんでそんな席なん。あ、入れるだけでも嬉しいわよ。もう模範解答、神解答じゃん。そっか、え、工場とお手紙、みほりんの工場左奥から聞こえたからいい席ではない気がする、かわいそうそうなんだ。苦情言いに来た隣人に謝りながら布教しといた、反省の色がない反省の色がないじゃん。工場 OK にして、ぜひぜひ。え、知らない、生誕のアンコールの工場 OK とか OK じゃないとか知らない。公演入れない委員もいるんだ、頑張ったのにかわいそう。ぜひぜひ向上してください。クソデカボイスで、みなさん今日は工藤有子さんの21歳のお誕生日のお祝いをする生誕祭です、やってください。あー、やっぱみんなさ、愛が強いもんね。みんなそれ、みんな平等に愛があるからさ、やっぱそうなっちゃうか、高列、最高列が。そっか、お願い、悲しいじゃん。工場ぜひぜひお願いします、勝手にやる、やってください、ぜひぜひ。生年月日一緒なの、やばすごっ。占いとかも一緒ってことでしょ。私久しくさ、ゲッターズ飯田さんの占い見てない健やかに過ごしてます。やば、あ、やばい、もう10時だ、私寝る準備しないと。え、私今日も12時までに眠れるように頑張るから、みんな応援してて、それプラス明日の準備もする。うわ、飛行機雲は最高でしょ。え、飛行機雲はさ、最高列で見るの良さそう。空に飛行機雲ねね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 時代にじゃ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 、え、そう、ちょっと持続しない口が、早寝部しますよ、早寝部の活動定時よ、定時定時、22時が早寝部、頑張ろう。でも本読む、今いいとこ、なんか私気持ち悪い本が好きなんですよ。そう、褒め言葉です、気持ち悪いっていうの。そうね、私なんかすごいね、なんかモヤモヤする本が大好きなんですよ。ちょっと今も気持ちよくて、それが、その気持ちよさが大変気持ちよくて、頑張るよみんな、早寝部頑張ろう。じゃあ壇上の方をね、お呼びしようかな、お呼びします。私は何を喋っちゃったんやろ、さっきまで。いろんな話をしたね。ホタテちゃん、ひまわり29さん、カズさん、ポムさん、16ブランコさん、ナベさん、ヒロさん、マッカロンさん、マシャさん、ヨウくん、タダチーさん、八重樫いのっちさん、弥生生まれさん、ケンボウさん、クニちゃん、ラクエルさん、サブさん、ゼロさん、ネコボヤさん、カミリアケイさん、コヒミブさん、ユウくん、ユウさん、うん、タカフミ、オオクマさん、モコはまるで雪の結晶さん、ストウチノイサマさん、ブンちゃん、フェリスさん、ボヤッキーさん、モリさん、伊藤博さん、ハセピーさん、なべなべ所長、流星さん、そして本日の秋元先生役はバケハくん先生です。ありがとうございます、初めて、ありがとう。あやとさん、ソルナルさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位、野口さんでした。野口さん、ありがとう。野口さん、そして第2位は IKKO さんでした。 IKKO さん、ありがとう。そして第1位は萌えぴーさんでした。萌えぴーさん、ありがとう。1位初めてじゃないか、いつも1回1位だったか。ありがとう、1位。皆さん、私の配信を見てくださってありがとうございました。そして私のね、あのコメントもたくさんしてくださって本当にありがとうございます。
初1位だったんだ。ありがとう、初1位記念日だね。ありがとう。私も疲れ吹き飛びました。ありがとう。明日はね9時か8時、9時だな。明日は9時、9時だ。いや8時、いや9時、いやどっちだ。ちょっとはまた明日予定予約入れます。ありがとう。皆さん私の配信見てくださって本当にありがとうございます。では明日も楽しく行ってまいります。そして早寝頑張ります。おやすみなさい。1位開封いける、一番好きかもしれん一番好きも、みんなありがとう。おやすみなさーい。明日会おうな。ありがとう。私も楽しかった、毎日楽しみ。ありがとう。ではおやすみなさい。皆さん健やかに、健やかに、みん